どうも、この動画では9月15日に行われたノーチェ・ USC ・ USC306 の感想を話していこうかなと思いますメキシコのね独立記念日に関する興行っていうことでメキシコ勢がねたくさん出ていてまあとは映像がとにかく凄さまじかったっすよねまあ、それはね最後の雑談のところで軽く話そうかなと思うんですけどいやすごかったねでもと勝敗予想していたのは4試合だったんですけど あとから決まったエドガー・チャイレス対ジョシュ・ア・バンの試合と、勝敗予想し忘れてたんですけど、共に試合開始時までいっぱい同士だったね、ダニエル・ゼル・フーバー対エステバン・リボビクスの実力者対決も加えて、計6試合の感想を話していこうかなっていう、そんな次第で。それにしてもね、今回も勝敗予想は全然当たらなかったなってことで。<laughs> まあ、ええかってことでね。はい、早速各試合について振り返っていきます。 まず一つ目がラウル・ロサス・ジュニア VS アオリ・チェロンまあこれオープニングファイトかなかなかいい試合だったんじゃないですかねまあロサス・ジュニアはやっぱ強いよねでも圧をかけるのは序盤からアオリ・チェロンの方で打撃の交換を序盤は結構しててただ残り3分ぐらいのところでロサス・ジュニアがタックルに行ってまあ距離かなり遠いなと思ったんですけどテイクダウンできてパウンド落としてその中でポジションを移行していって サイド、マウンド、バックの流れで動いてってね。まあ4の字、ロックでロサス・ジュニアはチョークを狙ってみたいな感じで。まあ1ラウンド目はロサス・ジュニアが取ったかなと。で2ラウンド入ってからチロンが詰めていくと。まあロサス・ジュニアタックルいくんですけど、チロンが切って。で2回目のタックルも切ったんかな。で3回目のタックルも多分切って。だから2ラウンド目全部切ったんかな、多分タックルは。で、チロンの打撃の方が見栄えが良くて。 結構ロサスジュニアもね、ガンガンの撃振るんですけど、やっぱそのつ、えー、的確性というか、そういうところでチロンが上回ってるかなところで、2ラウンド目はチロン。第1に取り合った形で。で、3ラウンド目入ってからも圧をかけるのはチロンの方で。ただその中で素晴らしいタイミングでロサスジュニアがテイクダウンして、これ明らかにチロンの反応が遅れてましたよね。ちょっと疲れたのかなっていう。で、コントロールするロサスジュニア。 まあ、パスとか狙っていくんですけど、チロンがまあ、ガードポジションによく戻してくるんで、まあ、あんまりいいポジションにはいけないと。で、ちょいちょいパウンドを打って、試合終了。ロサス・ジュニアの判定勝ちでしたね。そんな盛り上がる試合ではなかったっすけど、手堅く勝ち切りましたよね、ロサス・ジュニア。やっぱ強いよね。まだ19歳とかっすもんね。今後が楽しみっすよね。もうそれは変わりなくって感じで。まあ、でもまだ次もランカーにはいかないんじゃないかな。 ランク外でもね、そう暑すぎるからね、バンタムは。まあ、今後も着実にステップアップしていくんじゃないですかね。で、続きまして、エドガー・チャイレス、VS、ジョシュア・バン。これはフライ級のワンマッチってことで、もともとエドガー・チャイレスと、誰が決まってたんだっけちょっと忘れたんですけど、まあ、ジョシュア・バンが、そのね、欠場を受けて入ってきた形っすよね。で、ジョシュア・バンは前戦、KO 負けしてて、その試合からまだ2、3ヶ月ぐらいしか経ってないと思うんで、大丈夫かなってのがまずあって、 で試合始まってから序盤からチャイレスのカーフキックがよくてやっぱジョシュアバーンは結構攻撃受けますよね攻撃受けて返すみたいな感じのスタイルなんで、まあ、どうしてももらっちゃうしでパンチでもやっぱチャイレスの方が有効打が、ね、あるというか、まあ、距離が長いよねバーンはリーチで劣るからしんどい展開で,で結構チャイレスのカーフキックでも足が流れていて ただでも残り1分半ぐらいからジョシュア・バンのカーフキックも結構入りだしてでその中で残り1分切ったところぐらいでチャイレスの右のパンチかなあれが入ってジョシュア・バンフラッシュダウンしてまあ1ラウンド前はチャイレスかなっていうで2ラウンド入ってからでもジョシュア・バンが一気に前に出てやっぱこれがいいっすよね近いボクシングの距離だったらバンもね強いんで距離詰めてジャブとカーフキック入れ出してでジョシュア・バンのボディ打ちがとにかく良かったっすよね あからさまにチャイレス聞いてて、で、ジョシュア・バンがもう聞かしたってところでもガンガン行くんですけど、その流れで、チャイレスがバックハンドブローというか、バックイージかな。うん、それがバンに物に入って、ジョシュア・バン聞いて、聞いたんですけど、なんかもつれ合いになって、結果的にジョシュア・バンが上になって、でもそんなコントロールできず、またスタンドの攻防で、まあ、ジョシュア・バンもめっちゃ聞いてたよね、お互いすごい聞いてて。 で、その流れでチャイレス、ギロチンに持ってったりもするんですけど、決めきれない。まあ、2ラウンド目はね、めっちゃ気化したんで、ジョシュア・バンが先に。まあ、ジョシュア・バンが取ったかなっていう。3ラランド大勝負。でンラウンド入ってからまだちょっと距離が遠くなって、チャイレスのジャブの距離感になったかなっていう。でも、たまに詰めて打つジョシュア・バンのボディで、あからさまにね、嫌がってるチャイレスっていうところ。 で、その中で体勢崩して下になったんかな、チャイレスが。てか、なんか投げをしようとしたんか。ちょっとわかんないですけど、まあ、チャイレスが下になって、で、ジョシュア・バンが組んでいくんですけど、なぜかね、足利を狙うっていうね。なんでやばーんってね、見てて思いましたね。そこなんで足利い行くんやっていう。あの字切られて、組みつかれて。ただでも、フィジカルで上回ってましたよね、ジョシュア・バンが。だから組んで持ち上げて、テイクダウンして。 で、チャイレースは下から三角とか狙うんですけど、ジョシュア・バンが対応し,対応してパウンド落としていくと。まあ三ド目もジョシュア・バンかなっていうところで、ジョシュア・バン判定勝ち。うん、ジョシュア・バンね、すげえ良かったし、好きな選手なんですけど、2試合連続で結構ダメージ溜まりそうな試合やってるんで、今後大丈夫かなっていう。そのうちね、頂点に近いところで平達郎とやるぐらいポテンシャルある選手かなって勝手に思ってるんですけど、いや、でもきつそうだよな。 リーチ長い相手とやったら、毎回自分の距離持っていくまでに結構被弾しちゃうし、最近の試合とかダメージも溜まってるしね、心配にはなるんですけど、まあでもジョシュア・バンね、無事勝ったんで、次ちょっと期間空けて、ランカートね、見たいなと、そう思いましたね。で、続きまして、ダニエル・テルフーバー、VS エステバン・リボビクス。これ、めちゃめちゃ激闘でしたね、ライト級のワンマッチか。すげえいい試合だった。 ゼルフーバーバが一応地元勢なんで,すよ、ね、でも序盤から圧をかけるのはリボビックスでまとめながらパンチ出してってただゼルフーバーもカウンター合わせると膝が良かったっすよね、まあ、試合通してゼルフーバーの膝蹴りが良かったよねでリボビックスの方はやっぱまとめるパンチがよくてお互いの良さが出つつでもやっぱ終盤のゼルフーバーのボディとか膝でちょっとリボビックス効いてるようにも見えたんで1ラウンド目はゼルフーバーかなと思いました で、2ラウンド目入ってからは、ゼル・フーバーが逆に圧をかけてって、やっぱ膝がいいよね。ただ、押し返すリボビクス。もう一身一体の攻防ですよ。ゼル・フーバーは2ラウンド目から徐々に蹴りも出てきて、近距離はやっぱでもね、リボビクスの回転力で勝るし、お互い本当いい展開で、でも徐々にやっぱリボビクスの見栄えのいいパンチが入りだして、それでやっぱ2ラウンド目はリボビクスかなって感じですね。1、2取り合って、 で3ラウンド目入ってからお互いねラウンドどっちもは取れてないだろうなと思ったんでしょうねガンガンいってその中でゼル・フーバーが肘をねうまく混ぜてましたよねこれそのうち入るんかなと思ってたらね案の定入ってそれでリボビックスがダウンしたんですよねでも組んでごまかしてそんなでも効いてなかったのかもしれないっすねフラッシュダウン気味だったのかすぐ組みついてねごまかして で、ゼルフーバーの方はというと、まあ、これ試合通してなんですけど、ずっとね、手開いて前に出してましたよね。もうアイポークがずっと心配で、で、案の定注意受けて、一回アイポークしたんかな、うん。モロアイポークしてて、で、そっからまた打撃の工作で、今度はリボビックスが右を当てて効かしたんかな。で、めっちゃ効いててゼルフーバー。で、リボビックスがまとめまくると、ただゼルフーバーがもうクネ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 して、避けて、何あのディフェンス方法。 でも全然当たってなかったよね、パンチ、最後の方。あれうまいよね。あんなでかいやつがくねくねするっていうね、絵面だけ見たらすげえおもろいんですけど、まあ、ディフェンスとしては理にかなってるなというか、あんな動かれたらね、なかなかまとめられないもんね。まあでも、止めてもおかしくないぐらいまとめたけどね、リボミクスが。ただでもその中でゼルフーバーがなんとか時間使って、粘って、で、ケージギアで今度は迎え撃って、カウンターの左フックめっちゃ良かったっすよね。もうなんかそれずっと狙ってて、ゼルフーバーは。 ただリボビックスも、そんな冒険はしないというか、自分の距離感だけで打ち合ってみたいな。うまかったね、3何の目はリボビックス。で、三何の目はまあ、リボビックスが取ったかなっていうところで、私的には29対28、リボビックスかなって感じで、ただ判定は割れてましたね。うん、割れるかねと思ったんですけど、まあでも、見ようによっては1、2、0フーバーもあり得るかって感じなんで、そんなおかしな判定でもなかったんかな。まあでも、これ勝ち切ったリボビックス、でかいっすよね。 二人ともでもめっちゃ強かったな。で、めっちゃいい試合だった。ええー、もん見してもらいましたね。で、続きまして、ブライアン・オルテガ、バーサス・ディエゴ・ロペス。まず初めに思ったのは、ロペスの方がだいぶでかく見えるなってことで。オルテガの方がね、ライト級を上げるみたいな話やるんですけど、なんか体格的にはロペスの方がでかく見えるなっていう。だからあんまうまく減量できてなかったんじゃないかな、オルテガ。結構しんどかったような気もしますけどね。で、そんなロペスがね、序盤もいきなりパンチ当てて効かして、 右からの返しの左フックかな。もうそれでオルテがめっちゃ効いてたよね。まあ、あれ終わってもおかしくないぐらい効いてたと思うんですけど。でそっからロペスがテイクダウンからパウンド打って、肘も結構落とされて。で蹴り上げるオルテが。でそっからスタンドにロペスが戻して。ただ落ち着きましたよね、そっからね。たロペスの方がパンチだいぶ重いなっていう。でもロペスあんま手数出さなくなって、まあ、1ランド目終了と、まあ、ロペスが取ったかなっていう。 で、二ド目からは、オルテガが来たところにパンチを合わせるロペスみたいな。回転が早いよね。で、オルテガがタックルに行くんですけど、切られると。で、ね、オルテガがサウスポーにしたところにハイキックとかもロペス打ったりとかして、うまいよね、なんかここらへん。で、ロペスのカーフキックで転ばされたりとかもしてて、オルテガはジャブはいいんですけど、あんまり強打を当てれてなくて、二ド目もロペスかなっていう。で、三段入ってからもう後がないオルテガが前に行くと。でも近距離の打ち合いはロペスなんだよなっていう。 オルテガのジャブも入るんですけど、まあ、効く感じではないよね。で、そん中でオルテガ組んでいこうともするんですけど、テイクダウンできないと。で、打撃の工作で嫌がる場面もオルテガ増えてって、下がって、で、詰めるロペス、なんとか切るオルテガみたいな。ただ、そっからまたスタンドの攻防の中で、右のカウンターからの会心の左フックか。これでロペスがまた効かして、もうオルテガフラフラで、ただ最後、なんとか迎え撃って、両者打ち合いして、試合終了。判定はディエゴ・ロペス、判定勝ちでしたね。 いやもう干渉すすぎぎるね強すぎだろロペスこんなボクシングスキル高かったのっていう感じででなんか試合通してうまかったっすよね結構なんかガンガンいくイメージがあったんですけどちゃんと見てわざと自分だけでかいの先振って,ってか距離が遠めの時にデカめのパンチ振ってオルテガにこさして距離近くなったらコンパクトなパンチで迎撃するみたいな徹底してましたよね自分からはあんま出してなかったもん、ね うまいなっていう。相手に打たして、避けて当てるみたいな。で、一旦落ち着いたら、絶対無理にフィニッシュしに行かないしね。本当に聞いてる時だけ、仕留めに行くっていう。めちゃめちゃ頭良かったっすね、ロペス、攻め方が。これ、ランキングどうなるんすかね。まさかのエフロエフよりも先にタイトル戦行く可能性あるよね、だって。俺手が3位だったもんな、試合開始時は。フロエフは、次戦、スターリングだし。これ、勝ったところでね。 タイトル戦無理でしょう、FROF。O F、な,んならもう一、も回エ FROF 対ロペス見たいけどね。あの時のロペスは確か、ショートノーティスでしたもんね。俺、ちゃんと準備したらどうなるのか。今のロペスならね、FROF に勝っちゃう可能性もある気がするんで、見たいっすけどね、もう一回にしてもさっきね、UFC ランキング見たら、謎にね、FROF の上にアレーンなってましたね。あれ直接対決で FROF が勝ってなかったっけと思って、ちょっびっくりしたんですけど、まあ、UFC ランキングもね、なんだかんだ、謎だよね。 アレンがこの前、ギガチカゼに勝ったから下になったんかな、f エフかわいそう、直接対決で勝ってんのに。まあでもね、フェザー級もおもろいよね。強いやつらめっちゃいるし、トプリアとエロエフっていう無敗のやつらもいれば、ね、ボルカノとフォロウェイっていうね、ベテランの強者もいてで、他にもアーノルド・アレン、ギャイル・ロドリゲス、ブライアン・オルテガ、でそのオルテガに勝ったえロペスとかもいるわけで、そう半端じゃないよね。 めっちゃ今後も熱いっすよね。あ、誰か無敗でいうとマーフィーも無敗か。いっぱいいるな。すげえわ、フェザー級。コントンとしてるね。で、続きまして、セミ、アレクサ・グラッソー、VS、バレンティーナ・シェフチェンコ。ね、まず、ラウンドガールが金ピカでびっくりしたね。皮膚呼吸できないみたいなね、ことを解説のね、誰かが言ってましたね。で、この試合はでも、シェフチェンコ姉さんの完封劇でしたね、マジで。 知らんの目からご覧のまで通して、毎回テイクダウン取れたし、で、グラッソはね、テイクダウンも取られるって分かってたんでしょうね。結構下からの攻め、充術的な攻めをね、強化してきたと思うんですけど、まあ三角十字、ギロチンか、まあそこらへんことごとく決まらず、まあ全部下になるような技ばっかりですもんね。想定してたとは思うんですけど、まあさすがのね、シェフチェンコ姉さん、そこらへんはカバーするというか、やっぱこのクラスになってくるとね、 何もない状態からら下から決めんのって相ん気化してから一本決めるとかじゃないともう無理ですよねチャンピオンクラスは普通に自分がいいポジションを取ったとて王者クラスはね対応するんでね、まあ、難しかったよねグラッソはでね、まあ、私の予想的にはその組ではシェフチェンコが上回るかなと思ったんですけどでもやっぱグラッソが強打を当ててどっかで山場を作ったりするのかなと思ったんですけど 今回1回もそれがなかかっったっすよねてかシェフチェンコがそれをさせなかったっすよね。スタンドでもやっぱ基本的にグラッソの動きをちゃんと見て、まあ、カウンター合わしてみたいな。下がりながらワンツーのカウンター結構合わせてたしでねとにかくグラッソの一発強打だけを徹底してかわしてあとは組んで制圧するっていうその作戦が見事にはまってたよね。完全にずっとシェフチェンコペースかなっていうふうに見えましたね。 で、まぁ、あ、最後、5ラウンド目もね、グラッソ。まあ、頑張って前に行ったんですけど、まぁ、あ、どうにもならず、シェフチェンコ姉さんがキープして。あとなんか試合通し思ったのは、ね、シェフチェンコって、えっと、グラッソとの1回目か、バックチョークで確か決められましたよね。まあ、それ、すげえやり返したいんだろうなっていうのがずっと見えましたよね。バックよく狙ってたもんな。で、チョークも結構狙ってたし、やり返したかったんじゃないかな、同じの。まぁ、あ、それはできなかったんですけど、まだ、あ、50対45。 本当に完封ですよね見事なまでにでにこれも私はよく言う話なんですけどなんか MMA の判定で完封したとか言う人いるじゃないですかでも案外ね完封したとか言いつつねラウンド何回何個か取られたりすることもあるじゃないですかそれを果たして完封と言うのかってねいつも思ってて5分5ラウンドあるんだったら5ラウンド全部取らないと完封とは言えねえだろうっていうのがね私の意見ででそれで言うと今回はマジでシェフチェンコ姉さん完封勝ちでしたね本当 ランドもも取られてないもんないんんほますごかったでもこれでね、二人の戦績は一勝一敗一分けなんすよね。だから4回もあるんじゃないか、これ。まあでも次はフィオローさんか。あのフランスのね、フィオロ姉さん。彼女が次の挑戦者だとは思うんですけど、だからフィオロさんの塩ボクシングか、シェフチェンコ姉さんの総合力か、楽しみっすね。まあでも今日の試合ぶり見る限り盤石な気がしますけどね。ボクシング相手がうまかろうが、もう組で制圧すればいいもんな。 でシェフチェンコ姉さんもともとねキックボクサーというかムエタイかなムエタイの一流選手ですし難しいんじゃないかってのは思ったよねあとはシェフチェンコ姉さんのね試合後の勝利の舞がもうキレキレすぎてもう見惚れちゃうよねあんなことされちゃうと今回のねソフィアっていう舞台にもすごい合ってたよねあのダンスで最後メインショーン・オマリー VS メラブ・ドバリシビリーこれねオマリーが持っていくかなと思ったんですけど持っていけなかったっすね メラブ圧巻の勝利というかまあ序盤はね序盤というか1ラウンド目の本当に最初はオマリーが圧をかけたんですけどハーブディンがなんか止めてまああれねなんか後から見た情報によるとオマリー側の陣営がメラブにんやろ攻撃というか口の攻撃って書いて攻撃しててそれでメラブがあいつらなんか言ってるぞみたいに言ってハーブディンが黙れみたいになって止めたみたいな感じなんですかね。 で、再会後はでもメラブが圧をかける展開で。で、オマリーはボディを散らすと。メラブの圧が凄まじかったよね。1ラウンド目から。で、1ラウンド目もメラブタックルでテイクダウンして、1、2、テイクダウンできたんかな、メラブ。で、どっちのラウンドもなんか最上の、最後の方、ギロチンとか狙ったりとか。で、2ラウンド目の方あれか。なんだったっけ。メラブがね、最後ギロチン仕掛けながらね、オマリーの首元にチュッチュッチュッチュしてて、 それででハーブディーンが注意したんですよねやめろとそしたらなぜかメラブはねブレイクかと勘違いしたんですかねブレイクじゃないんで注意されただけなんでそれに試合はまだ続いてるんでメラブがね後ろ向いてなんか歩いているところにオマリーがぶん殴ってみたいななかなかコミカルな絵になってましたよねで3ラウンド入ってからはオマリーが良かったっすけどねメラブのタックルとにかく切ってで突き放してスタンドの攻防で膝が惜しかったっすよね 3ランド目はね、すごいオマリーにとっていいラウンドだったんじゃないかなと思ったんですけどね。徐々になんか右のタイミングも合ってきてるように見えたし、膝蹴りもいいし、私的には3はオマリーでいいんじゃないかなと思いましたね。だ1、2メラブ、3オマリーって感じで。で、4ランダー入ってからも、オマリーのね、右のストレートボディ、あれ試合通してずっと狙ってたと思うんですけど、もっと打ちたかったっすよね。でも、やっぱ警戒してタックルを、だからあんまり打てなくて、ボディ削りきれなかったんかな。 まあでもあれが5ラウンド目の布石になってるような気もするけどね。でも4ラウンド目メラブがタックルからテイクダウンしてコツコツパウンド落としてみたいな。オマリーが立ち上がっても組み付き続けて。で、終盤にはメラブがね、結構デカめのパウンドまとめてみたいな。4ラウンド目をメラブで。で、5ラウンド入ってオマリーもうフィニッシュするしかない。よくて3ラウンド目取れてるぐらいで。まあ1から4全部メラブの可能性もあるぐらいの。そんな感じの試合内容でしたよね。ただメラブが2タップからのタックル。見事でしたね、あれもタイミングが。 で、組んで殴って。ただ、オマリー、なんとかね、立ち上がって、スタンドの攻防で、そこから前蹴りでしたよね、オマリーの。あれで露骨にメラブが嫌がって、効きましたよね。で、そこからオマリー、2、3発ぐらい、前蹴り入れて、1発目はなんかごまかした感ありましたけど、2、3で明らかに効いてて、もう最後の方、逃げまどったもんね、メラブ。で、オマリーも行ききれずみたいな感じで、まあ、5ラウンド目オマリー取ったけど、メラブの勝利。 メラブが1人49対46で2人48対47だったんかなまあそんな感じで新王者誕生ってことでナハゲねベルト巻く時顔死んでましたね <laughs> まあでもお見事でしたねメラブ強かったなまあ最後5ラウンド目は明らかに腹が効いてたと思うんですけどまあそこまでにねポイントを取り切ってたんで別に逃げまどっても問題なしって感じでそれにしても勝利者インタビューねずっと喋ってて上老がにね遮られて 終わらされてちょっと笑ってまいりましたね。まあ何はともあれほんとおめでとうっていう素晴らしいスタミナでしたねほんと無尽蔵でもね君の防衛戦生まれなんだようウまルぬるまごメドフと君やらないといけないんだよ次頑張ってねしてもバンタム級は王者が変わろうとね依然として他のやつらも強いよね今後見たいカードとしてはメラブ対生まれのタイトルマッチはもちろんヤン対フィゲイレードとか オマリーはサンドヘーゲンと見たいね、うん。オマリー対サンドヘーゲンはめっちゃ見たいな。超新ストライカー対決。まあ、サンドヘーゲンは結構もう組み合わせしたいなってきてますけど、熱いよね。で、メラブ対ウマルはなんかメラブに頑張ってほしいなと思いますけどね。完全無欠なのはウマルだし、それをメラブっていうスタミナモンスターが蹂躙する展開おもろいよね。ウマルに勝ってもうたらもういよいよどうすんだよって感じですけどね。まあ、ウマルはでもそれで言うと変サンドヘーゲンとしかやってないもんな、まだ。 だから、ウまルに関しては、チャンピオンになっても見たい組み合わせはまだまだあるって感じっすよね。なんな感じでね、UBC306、めっちゃ面白い興行でしたね。超映像も豪華でしたし、ソフィアがとにかくすげえ会場でしたね。映像でもあんだけおもろいってことは、現場にいたらもうぶち上がるでしょ、あんな。やってる選手からしても激アツなんじゃないかな。うん、超面白かった。現地で見たいなと、そう思いました。じゃあ、そんな感じで終わります。 最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。